それでは無所属の会岡田克也代表の記者会見を始めさせていただきます。ご冒頭よろしくお願いいたします。はい、私からは、今日の朝日新聞の報道を、加計学園について、県の愛媛県の、文書が明らかになって、その文書によれば、秘書官が総理秘書官が、小案件だというふうに述べたと、その文書の中にはあるということであります。詳細は知事の会見を待って、お話をした方がいいというふうに思いますが、これが事実であれば、総理秘書官が総理案件だというふうに言っておられたということは、それは全く平成29年でしたか、1月までですね、2017年1月の国家戦略特区諮問会議で初めて加計学園だと知ったという総理のお話自身が、極めて疑わしくなるわけでありまして、しっかりと真実を述べてもらいたいというふうに思っております。いずれにしても、文書をめぐる問題が、あちこち出てきているということは、加計にしても森友にしてもですね、これらは総理案件であります。そして、自衛隊の、日報の話は、これは、私の感じだと、果たして、当時大臣が、防衛大臣がきちんと指示をしたのかと、指示をしたと受け取ったという話もありますが、あれだけ国会で、あるのかないのか問題されていた、そういった案件について、それがあるのかないのかきちんと調べろということであれば、本来であれば国会の毎日のレクの合間に本当にないのかというふうに単に問うということではなくて、事務方トップである次官や党幕議長を呼んで徹底的に省の名誉にかけて調べろという命令を発するのが本来ではないかというふうに思います。そうすればもう逃げる余地なく、調べなきゃいけないわけであります。それを本当にないのかって言われると、大臣が本気で調べろと言ってるのか、それとも適当に、つまり出てくればそれは大臣も含めて大きなダメージを被るわけですから、適当に済ませろというふうに受け取られかねないですね。そういう曖昧な物言いというのは、私はトップとしてのリーダーシップを完全に発揮してない、そこが問題の根源ではないかと、理屈が悪い、もちろん悪いわけですが、理屈に結果的に責任を押し付けているけれども、一番の問題はやっぱり大臣のリーダーシップではないかと、そんなふうに思います。明日、予算委員会の集中審議がありますが、これだけ案件があるととてもそれでは足りないということで、集中審議を引き続き、しっかりと行って、それぞれについてけりをつけていかないと、民主主義の根幹が揺らぐという、そういう事態は是正されないというふうに思っています。私から以上です。それでは冒頭の発言に最初のご質問から受けさせていただきます。ご質問される方は挙手の上、社名とお名前をお願いいたします。冒頭発言、朝日新聞山岸と申します。はい、今柳瀬前総理秘書官の関与が問題になっておりますけれども、代表は柳瀬さんの方は個人的にもおそらく以前からご存知だと、役所自体から含めてご存知だと思うんですけれども、いかがなものでしょうか。この首相案件というようなですね、こういったその言葉というものは、柳瀬さんおっしゃりそうなことなのか、あるいは逆に違和感を感じられるようなものなのか、ちょっとこういった首相案件という言葉、非常にきつい言葉ですので、こういったものがどういうふうな文脈で語られて
語れるものだろうか、この辺はどんなふうに考えますか。まあ、私、柳瀬さんと一緒に仕事したことがないので、あの顔は知ってる程度で、あのそれほど言葉を交わしたことも多分あの現役の官僚時代もないというふうに思います。あの顔は知ってました。まあ、今回の件、まあ、本人はまあ否定をしておられる、まあ、会ったことも記憶にない、まあ、記憶にないという言い方がまあ非常にまあ、意味深な、まあ、言い方ですけれども、そして、総理案件ということは、まあ、言っていないということですから、あのもう少し事実関係をしっかりと煮詰めないといけないと、 あんまりこう決めつけもいけないし、まあ、本来であればやっぱり証人として来ていただいてきちんと答弁させるというのが本来じゃないかというふうに思います。もう少しこう状況証拠をあの知事のですね会見も含めて、集めないといけないのかなというふうに思ってます。関係ございますか。これで関係 NHK です。あの関係なんですけども、しばらくちょっとずっとこう森友リスポートがあってまた今回から出てきましたけれども、その、まあ、これだけいろんなさまざまな省庁がの公文書をめぐる問題があった上で賭けで声が出てきたということが今の政権に当たるインパクトをどう見てらっしゃるのかというのと、それから国会もこれから、まあ、予算委員会も基本的には終わってますけれども、これからそのどういうふうに野党としてこの問題に向き合って攻めていこうというふうにお考えでしょうか。また総理はどういった対処をすべきかというのはあると思います。まあ、いろいろ一度に言われるとなかなかお答えも難しいんですけれども、まあ、今回これ県の文書とされているわけですね。だからそれは本物かどうかというのをまず知事がどう言われるかというのを踏まえないといけないと思います。まあ、本物だということになったときも、まあ、文科省のときのことを思い出すんですけれども、まあ、それは県がそういうふうに受け止めたのかもしれないがというような言い方で、まあ、逃げられてしまいかねないので、まあ、そこはしっかりと証人喚問なので詰めないといけないと。しかし、まあ有力な手がかりが一つ出てきたということだと思います。これは本物であればですね。まあ、予算委員会終わりましたと、どこでこれ議論するのかと、これは、まあ、あの野党間で、まあ、国対委員長でご議論いただくことだと思います。まあ、今日私平野さんに申し上げたのはやっぱり、特別委員会を設けてそこでこの文書の問題集中的に議論するということが必要ではないかと。それを横断的にこう関係のある問題ですから、まあ、加計も森友も防衛省もですね、含めてやっぱり公文書の在り方、その背景にあるそれぞれの事案の、まあ、事実関係の解明ということについて、必要があれば総理にも出てきてもらえるような、もうそういう形の特別委員会を設置するということが、まあ、一つの方向性じゃないかと思いますが、あのただまあこれは各党で協議、6党で協議することですので、野党間でですね、まあ、これ以上のことは私申し上げない方がいいと思います。承認官も具体的にどうだったんですか。まあ、これはまあ6党間で、これも協議することですので、順番どうつけるかというのは あると思いますので、まあ、あんまり私が自分の感想を言わない方がいいんじゃないのかなとは思いますね。まあ、今回のこの賭けの文書ができたことによって、まあ、柳瀬さんというのはまあ、かなり、証人として呼ばなければならない、まあ、一人に、重要な一人になっているというふうに思いますけれども、まあ、順番をどうつけるかというのはこれからの野党間の協議というふうに思います。はい、関係日本問題冒頭発言に対しますご質問ございますでしょうか。よろしいですか。じゃあその方からご質問のある方。フランス店の及川と申します。はい。財政再建について伺いたいんですけども、今、国債が1000兆を超えてますが、まあ、日銀が400兆をそのうち所有しているので、まあ、借金が減っているという見方もできると思うんですが、岡田代表は財政再建についてはどのようなスタンスでございましょうか。まあ、日銀も政府の一部だから、日銀が持っている分というのは借金に数えないんだという、まあ、そういうことを言っている人がいることは事実ですね。まあ、総理の周りにもそういう方いらっしゃる。しかし日銀とはいえ、
まあ、その国債は政府はですね、返さなきゃいけないわけですから、まあ、結局日銀がそれをそのまま抱えているものを、まあ、政府がですね、その国債分について、償還しなくていいというのは、まあ、これは日銀引き受けと同じことということになるんじゃないでしょうか。財政問題関連ございますか。なければその方からのご質問ある方はいかがでしょうか。共同通信の大塚です。新党についてお伺いなんですけれども、はい、昨日から新党協議会の、打ち出しというかがありまして、今後綱領ですとかそういったことを両党間で考えていくということになるんですけれども、改めてなんですが、こうしたその具体的な議論が新党の議論が始まっていくんですけれども、どういった形で進めていくべきとお考えでしょうか。これは執行部というか、代表や幹事長が中心になっておられて、私には新党協議会のメンバーとしても声がかかっておりませんので、とはいえですね、やっぱりこれ党がある意味ではなくなる話ですので、この前方向性については一応両院議員総会でも確認をされたわけですけれども、具体的なことはこれからという上での確認ですから、今後のスケジュール感も含めてですね、今日も執行役員会ありますので聞いてみようというふうに思います。先ほどの両院議員無所属の会の総会でもですね、全体のスケジュール感を明らかにしてもらいたいという声も出てましたので、今日早速確認したいというふうに思います。連休中とかいうことになればですね、これ最終的には常任幹事会も、1回ではおそらく終わらないだろうと思うんですが、常任幹事会、それから両院議員総会、場合によっては地方も含めたですね、場合によってというか、おそらく地方も含めた全国幹事会なども開かなきゃいけないということですから、いつ頃やるのかというのは明らかになってないと。例えば私なんかもゴールデンウィークの後半は日中議連で中国に3日か4日間行くことになってますが、そういう日程どうするのかとかですね、そういうことも含めて、調整が必要です。皆さんそうだと思うんですね、海外に行かれる方もいるし、地元で張り付いて、回られる方もいらっしゃるわけですから、あまり突然にこう言われてしまうと困ってしまうということになると思います。新党関連共同通信の川崎さんに言ってなんですけれども、これまで岡田さんは、新党への参加については明言されてないんですけれども、現状で新党への参加、または参加しないでどうするですとか、今のお考えをお聞かせください。決まれば申し上げます。それ以上のことは申し上げません。今考えございますか。はい、すみません。ちょっと前に戻りたいんですが、イラクの日報関係ですけど、これとイラク戦争への検証ということでですね、はっきり言って、ジョージ・ブッシュ・ジュニアにしろ、トニー・ブレアにしろ、ものすごい枚数のなってるんですけどね、で国連ですら、間違った戦争だと言ってるんですけども、日本は、お母さんも外相経験者ですけども、たった7ページですよね。それで未だに正直言って小泉さんは大量破壊兵器はあるんだ、一緒に探してくれないかと私なんかにも言ってるんですよ。そうなんですか。だからこれ、その日報にどういうこと書かれるか分かりませんけども、岡田さんも、びっくりした中には、要するに空自が米軍を運んでるわけですよね。これ戦争そのものですよね。だからそれで承認問題、承認として、それから日本をこれから良くするために小泉さんを呼ぶということはどうでしょうかね。小泉さんを呼ぶというのはちょっと飛躍した話だと思いますが、まず空自の日報は、私は最も関心を示してきたものです。今の委員会審議の中でもですね、陸自は、いわば今の安保法でいうと後方支援にまでならない、そういう、生活をこう支えるような活動、
空自の方はですね、かなり後方支援というのに、近いというかそのものではないかというふうに、私は法律の議論している時からそういうふうに申し上げてきました。でバグダッド空港は非戦闘地域であると。でバグダッド空港を一歩出るとそこは戦闘地域であると、こういう立て付けの中でですね、空港とそれから他国をこう結んで運んでいた、あるいはバグダッド空港からイラクの他の空港に運んでいた。でその中にはもちろん米兵も含まれている。武装した米兵とか武器とか運んでいれば、これはもう一体的な武力行使と一体的な行動だと言われても仕方がない、したがってその辺の実態がどうなっているかですね、これを明らかにするということは非常に重要だというふうに思います。まだ空自の日報も全体が出てくる可能性があると思います。そのことを、ぜひ期待したいというふうに思います。結局法律を作ったものの実際の運用がそれとはかけ離れたものになっているということが明らかになるかもしれません。最近カンボジアの PKO について、かなり大変な状況にあったということが、その後のですね、メディアの、ディレクターのですね、ご努力で明らかになってきたわけですが、やはり実際どうだったのかということをしっかり踏まえて、その上で法律を作っていかないと、結局そこに乖離があるということでは、これ法治主義じゃありませんから。で自衛隊の皆さんも法律が想定したはるかにそれを上回る、そういうリスクの中でですね行動するということになると、それは国会として責任を果たしたことになりませんので、しっかりまず事実を明らかにするということは大事だというふうに思っています。その上で、実態に法律を合わせていくのか、あるいは法律の範囲でしか、あまり実効性のないかもしれないけど法律の範囲でしかやらないことにするのかですね、いずれにしろそこに乖離があるというのは望ましくないというふうに思います。イラク戦争の、検証、特に、スタートのところですね、これはについては、私も非常に関心を持ってまいりました。小泉さんがこれを支持するというふうに、本会議で言われたときに、私は本会議の、幹事長として、本会議質問に立って、これは対話がきがないかもしれないということを申し上げたところ、本会議場で、失笑というか笑いがこう広がったんですね、よく覚えてます。もう絶対あるという前提のもとでですね、小泉さんは支持をするというふうに言われました。その後与党時代に、調査を検証する必要があるということを私は外務大臣の時に申し上げたわけですが、物事はタイミングもあるということで、私は外務大臣の時には、実際の検証作業に着手をしておりません。あまりにもいろんなことがありすぎてそこまで手が回らなかったということです。現場大臣の時に、外務省が検証をやって、紙を、閣議にかけるということで、私のところ私副総理でしたので持ってまいりました。で私は中身を見て、これは不十分だから閣議にかけることは認めないと、外務省が勝手に、発表することはそこまではノーと言わないけれども、野田内閣の正式にクリアしたですね、認めた検証とするにはあまりにも内容が乏しい、特に外務省の外のこと、官邸のことがほとんど触れられてないし、外務大臣ということも、私はようやく盤石で本体を見てますけれども、当時川口外務大臣ですけれども、川口外務大臣の関与も明らかにされてないと、そういう代物でしたので、私は閣議に変えることはまかりならないと、そういうふうに申し上げたところであります。もう少し時間を置いてですね、本格的な検証ということが必要になるのではないかと、残念ながらまだ現職の方もいらっしゃると。例えば八千さんは、当時の関係者の一人ですね、まだ政府の中におられます。そうするとなかなか外務省でも、第三者でも置かない限りはですね、本当のことは深くはできないんじゃないかというふうに思います。したがって、
多少の時間をかけながらやっていくということで、質の高い構成ですね、なぜあそこでということがきちんと判断できるような、反省できるような、そういうものが出来上がるんだというふうに思っています。その他ご質問。村上と申します。民政党の杉尾議員が先ほど離党届を提出して、近く立憲民主党に連行を希望しています。新党協議会立ち上げ翌日のこういった動きを党の上院コメントってどのようにご覧になりますか。まあ、非常に残念です。新党協議、これから始まるところですので、ただ、杉尾さんも前々からそういう意向を漏らしておられました。最後はこういう問題は、私は一人一人の政治家の判断等を離れるとかですね、離れないということは、最後はそれは政治家の判断だと思いますので、それ以上のことは、残念という以上のことは申し上げられません。最終形は、大きな塊なんですね。で、大きな塊っていうのは、基本的に、かつて民進党で、野党第一党を構成していたわけですが、そこのメンバーのかなりの部分が、結集するという、それが大きな塊だというふうに思っています。そこに至る道が、いくつかあって、あくまでも3つ一緒にというふうに考える、私のような考え方と、今の執行部はまずは希望と民進がというふうにお考えだということで、そこの違いがあるということは私前から申し上げてますが、あんまりこのことを党としても方向性を決めたときに、あまり私はこれ以上のことは言わない方がいいというふうに思います。党として決めた以上は、そのことは私自身がどうするかということは別にして、手続きは踏んでおられるわけですし、そういう信徒の試みが何て言いますか、成功されるということを、私としては祈っているということです。その他ご質問のある方、じゃあ、あとお二人ですね。学生の及川と申します。シリアの政府が塩素ガスを使ったということで、トランプ大統領が48時間以内に重大な決断をするとおっしゃってます。もし人道的介入というか、価値の戦争と申しますか、人道を理由にして攻撃した場合、日本はそれを支持すべきだとお考えかどうか、ご意見を伺えればと思います。2つの問題があるわけですね。1つは、本当にそれを使ったのはシリア政府なのかという問題ですね。前回の時は、状況証拠は、シリア政府がというふうに思われるものの、ロシアの対応もあって、最終結論はまだ出てないと思います。そういう段階で、決めつけていいかという問題が1つと。それからもう1つは、仮にそうであったとしても、国連の安保理の決議がないときに、いわば単独で攻撃していいのかと、人道上の理由ということで、アメリカの自衛権の行使とは言えないと思うんですね。で、コソボの時から議論がある、人道上の問題があればですね、自国の安全には直接関係なくても、それに対して制裁を加えることができるという、これはなかなかはっきりと言い切れない、成熟した概念ではないというふうに思うんですね。そういう2つの問題があるということです。そういう問題があるということもあったと思いますが、日本政府は前回はですね、アメリカの決断は評価するでしたかね、アメリカの決断評価するで、行動については、
理解するかなんかそういう使い分けをされたと思うんですね。で、まあ、それはそういったことがあったからでしょうが、ただアメリカに向かっては評価して支持するですね、アメリカの決断を支持する、で支持するっていうことをアメリカに向かってはいい、まあ、国内的には決断は支持するんだけど行動については支持とまでは言ってないんですね、理解かなんかって言い方ちょっと忘れましたが、まあ、そういうふうにな使い分けられたと思うんですね。でそれは、まあ、ある意味ではごまかし、アメリカに向いて言ってるのと国内向けて言ってるので、こう非常に便利な使い分けをしているということなので、まあ、今回はそういうこともないようにしてもらいたいというふうに思います。ありがとうございます。朝日新聞山岸です。信徒の話に戻って恐縮ですけども、大きな塊を作っていくということですが、それに際してはもちろん政策理念も大事ではありますけれども、トップの求心力ですとか、あるいは政治家同士の人間関係ということも極めて大事になってきます。そういった中で民進党や、まあ、その前身民主党も含めて見ますと、例えばよく脱〇〇とかですね、〇〇卸とかですね、どちらかというとその遠心力の方がこう目立つような場面というのが多かったように記憶をしております。そういったものの中でもこれから求心力を出していくためにですね、まあ、リーダー論といいますか、どういった、まあ、リーダーが望ましいのか、どういった人であればまとめていけるのか、まあ、もっと極力すれば岡田代表は誰だったら、まあ、総理候補に担ぎ上げたいと思うのかということにもなってくるかと思うんですけれども、そういったその求められるリーダー、どういった方を期待したいかというふうなお伺いがございますでしょうか。まあ、今この新党を作ろうとしている時ですから、あまり言わない方がいいと、まあ、私の思いはあるんですけれども、まあ、かつて申し上げたこともありますが、まあ、それを言うとなんか新党に水差してるみたいなふうに受け止められても困りますから、まあ、申し上げることはありません。ただ、まあ、ずっとやってきてつくづく思うのはリーダーシップ論じゃなくてやっぱりフォロワーシップ論というかね、例えば蓮舫さんが代表になってももうすぐですね足を引っ張るような、まあ、そういう行動が目立ちましたよね。で彼女1年で辞めてしまったということです。まあ、それではやっぱり全体として力発揮できないので、まあ、選んだ代表はその党にいる限りはみんなでしっかりと盛り立てていくということができない限りは私は政権は近づいてこないというふうに思います。はい、それではよろしいでしょうか。はい、以上をもちまして終了します。はい、じゃあ終わります。どうも。